プレリュードフィズとは、冷たいタイプのロングドリンクに分類される、リキュールをベースとしたカクテルである。材料に、カルピスを使用しているのが特徴。カクテル名に、フィズと付いているものの、このプレリュードフィズは、純粋なフィズスタイルのカクテルではなく、フィズスタイルをアレンジしたカクテルである。なお、プレリュードは、導入部とか、前奏曲とか、前兆といった意味だが、そのためか、 最初にオーダーしたい、カクテルなどと紹介されている例も参見される。しかし、別に最初に飲まなければならないという決まりがあるわけではない。カンパリ、カルピス、レモンジュースをシェイクして、氷を入れたオールドファッションドグラスに注ぐ。そこへ、炭酸水を注いで、グラスを満たす。最後にレモンスライスを飾れば完成である。炭酸水を注いだ後、 軽くステアする場合もある。ただし、その場合、炭酸が抜けないように注意を払う必要がある。稲康行、カクテルレシピ 1000P149 日当初院2005年7月10日、発行 ISBN4528014122、整備堂出版編集、TPO 別カクテルブック 315P108、整備堂 出版2002年6月20日発行 ISBN 4から415071244ありがとうございます。